皆さんこんばんは。ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね。米、日の光、高温下の品質維持、追肥の容器判断に目安。岡山県は養殖米ですが、高温障害が出やすい米日の光の栽培で冬熟期の気温が平年より高いと予想される場合に二等級を維持するための追肥の容器を判定する目安を示したそうです。ドローンの空撮画像などを用いるとのことです。続きまして真ん中ですね、空飛ぶ新玉ねぎ初競り。初切れ出荷する JA 延岡の代表ブランド空飛ぶ新玉ねぎの初競りが2日延岡市の延岡総合地方卸売市場であったそうです。9個が91ケースを出荷、3L が、過去最高の1玉1万円で落札されたそうです。2019年の3000円を大幅に上回り拍手が鳴り響いたとのことです。それでは最後下ですね、22年の大豆輸入額過去最大、円安響き青果肉も上昇、国産供給力に課題。2022年の大豆の輸入額が過去最大となったことが財務省の貿易統計で分かったそうです。小麦も14年ぶりの高水準、現地の生産輸送コストの増加や円安が要因となり、成果物や食肉を含め輸入農畜産物は軒並み単価が上がっています。成果物や牛肉では高値による輸入減が見られましたが、国産が国内シェアを奪還するには供給力が課題となっています。穀物類では輸入価格の上昇が目立ったのは小麦と大豆。輸入量に大きな変動が見られない中で輸入額は前年比でそれぞれ7割、5割増加。新型コロナウイルス拡大前の19年比で共に2倍となったそうです。小麦は海外産の不足やウクライナ危機、円安が重なり食料危機が叫ばれた08年に続く高水準。大豆は世界的な需要拡大もあり、統計のある1988年以降で最大の3391億円となったそうです。国産の供給拡大を期待する声もありますが、現状は増産が鈍く、高くても輸入を買わざるを得ない状況があると流通業者。野菜類では輸入生鮮野菜の4割を占める玉ねぎが国産の不作と中国の供給停滞で4月5月は1キロあたり価格が前年の2倍に急騰しました。秋以降も高止まりし、コロナ禍前の19年比では7割高となったそうです。船運賃の高騰と円安で北米主体の品目が減っています。ブロッコリーは米国産が激変し19年比で8割減、輸入会社はコスト高騰で採算が合わず供給が止まったと見ています。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としてはこちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側装というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては、暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。
またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす、新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。